で、最初、このパスインフォに割り当てられた中身っていうのを先ほどと同じように書いていきます。レスポンスコンテントっていうのがそのまま書いてあると意味がないので、ここでですね、先ほどと同じようにですね、tstring list を宣言し、ストリングリストに対して、tstring list の create で、そして、ストリングリストをロードフロームファイルで、テンプレイツの下にある index.html を tencoding の utf8 にしますと。そして、ですね。これを先ほどと同じように結びつけていくというのが一個方法なんですけれども、ここでですね、もう一個ですね。ちょっとフリーだけ書いてます。覚えていただきたいのが、今まで Web モジュールのところには何も載せてませんでした。なんですけれども、これだと、さっきの index.html ファイルっていうのは、Web サーバー経由で直接触られてしまうファイルになってしまいますよね。なので、それを触られないようにするためのコンポーネントとして、まず Web ファイルディスパッチャーっていうものが存在します。で、これ、プロパティのところ何を見ていただきたいかっていうと、この Web Directories っていうのと Web File Extensions っていう2つのプロパティがありまして、もうなんとなく予想つきますかね。これ見ていただくと、Include と Exclude っていうその、まあ、ディレクトリの単位か拡張子の単位で切り分けることができます。ということで、このインクルードとエクスクルードっていうのを指定すれば、扱って欲しくないファイルだとか、ディレクトリだとか、まあ、もしくは触ってもいいディレクトリだとか、ファイルだとかっていうのを指定することができるわけです。コンポーネントとプロパティを設置してあげれば、それ以降一切いじられなくて済むっていう部分が作れますので、このファイルディスパッチャーは、まあ、通常は載せることになると思います。はい。で、もう一個なんですけれども、先ほどシャープナウっていうのを入れたと思うんですけれども、あれをどのように使うかっていうと、そのまま一つの考え方としては、ストリングリストに読み込みました、読み込んだものを、まあ、ポズとかで調べてもいいですし、リプレイスとか使って置換してもいいんですけれども、そんな誰でも使うようなコンポーネント、使うようなコードであれば、当然コンポーネント化されています。それの一つが、ページ、プロデューサーというものですね。で、このページプロデューサーっていうのは、ちょっといくつか種類がありまして、プロデューサー、このコンポーネントパレットのところをちょっと見ていただきたいんですが、はい。今私が配置したのは、1ページを単純にその内部を置換していくっていう T ページプロデューサーっていうものがあるんですけども、それ以外にもですね、T データセットページプロデューサーとかっていうのが存在するんですよ。これ何かっていうと、データセットっていう名前からわかる通り、データベースのデータを置換することができるんですね。で、これをうまく使うと、まあ、一段、データベースの一段表示を作ったりだとか、あと、編集用の一つの詳細データを画面に表示したりだとかっていうことを作ることができます。はい。まあ、こういったものがありますんで、今回はちょっとページプロデューサーしか使ってないですけども、そういうものをうまく組み合わせることによって、できるんだということを知っておくと良いでしょう。はい。で、先ほどやったものなんですが、で、わざわざなんで今コードを書いてるか。え、それって、さっきのね、このデフォルトハンドラーの、実はこのプロシージャープロパティがあるんですけど、ここに出てこないの？出てきます。出てくるんですが、残念ながら先ほどやったコンテントタイプ指定ができなくなっちゃうんですよ。そうすると日本語処理ができなくなってしまうんで、この部分は残念ながら自分で今は書かなければいけません。ちょっと XE3 になってどうなってるかわからないんですが、まあ、A to Z 社が別に作ってるものなので、どこまで対応されてるのかっていうのはちょっと不明確ですね。はい。でも書くコードとしては非常にシンプルで、先ほどと同じようにストリングリストのインスタンスにデータを読み込んだ後は、今貼り付けたページプロデューサーのですね、HTML ドックというプロパティに対して読み込んだストリングリストを読み込ませる。そして、あとはこのレスポンスコンテントのところに、よいしょ。何を割り当てるかっていうと、ページプロデューサーが持っている、コンテントっていうのを割り当てるということですね。はい。
じゃあ、ここまでですね、画面が表示できるようになったかっていうと、できるようになったんですけれども、一個忘れてます。それは何かっていうと、シャープで始まるタグ。何のハンドリングも書いてないですよね。はい。なので、それを書いてあげるために、今のページプロデューサーが持っているイベント、onHTML タグというところで、これは単純に if 文で、メソッドが持っている引数、このタグストリングっていうのが、もし、イコール、now っていうものであれば、begin で、replace text っていうのを、そうですね、date, time, to, still というような感じで、中身はなんだ、now ですね。now とかっていうふうにやってあげればよいでしょう。まあ、このソースコード非常に単純ですね。now っていうテキストが見つかったら、date, time, to, still で現在の日付を割り当てた値をリプレイステキストに当てられて、はい、まあ、こういうふうにしてあげるとですね、これはもう実行して、実行してあげると、じゃじゃんと。はい。日付が表示されると。これ、どっかで、UTF-8 のエンコード失敗したみたいですが、まあ、そこら辺は後で直しておきます。よいしょ。直しておきますっていうか、書いてなかったですね。まずいまずいまずい。よいしょ。レスポンスのコンテントタイプっていうのを、テキストすら HTML のキャラセットイコール UTF-8 というふうに書いてあげればよいでしょう。はい、これで実行すると、ちゃんと出ましたね。日本語で出ました。はい。まあ、こんな感じでできますよ、と。そうですね。はい。まあ、ポイントとして、イントラウェブ使う、イントラウェブブローカーでやる場合であっても、ごめんなさい、さっき A to Z って言っちゃいましたが、ここはまだ A to Z の話じゃなかったですね。ページプロデューサーを割り当てただけだと、コンテントタイプがきちんと設定できなくなるので、こちらでソースコードで処理してあげなければいけないという問題がありましたということです。はい。じゃあ、こちら一回終了しまして、じゃあ、続いてですね、ここまでやったらばですね、パワポの中で、はい。まあ、参考リンクとして jQuery とか、テーマローラーとか、の話載せておきましたので、これ後で見てみてください。はい。で、もう一個は、イントラウェブによるウェブサーバーアプリケーションの作成っていうものを見ていただきたいと思います。で、これ、イントラウェブによるウェブサーバーアプリケーションってどうやって作るのかっていうと、これもですね、リクエストとレスポンスが格差化されてどうこうじゃなくて、ページ単位でアクセスされたら、イントラウェブが持っている IWAppForm っていうフォームが、インスタンスが生成されて、それがもう、なんか内部的に HTML 作ったり何したりっていうのを全部やってくれる処理を行ってくれます。はい。なので、これは多分ですね、この画面見るのもいいんですけど、動き見た方が早いと思いますんで、こっちでやっちゃいますね。ファイルの、新規作成で、その他から、イントラウェブの中にあるイントラウェブアプリケーションウィザードというのを実行します。で、アプリケーションウィザード見ていただくとわかる通り、スタンダードオンで動かすか、ISAP のエクステンションで作るかっていう、こう、パターンが選べますので、まあ、これも、ISAP で作る前に、一回、プロジェクトは自分で作ってあげるのがいいんじゃないかと思います。で、まあ、今回はちょっと名前つけて、表示をします。で、このユニット今度は見ていただきたいのが、これが IWAppForm と呼ばれるもので、画面上に IW で始まるビジュアルなコンポーネントを貼り付けることができるもので、IWEdit であったり、IWBotan であったり、IWListBox であったりっていう感じですね。リストボックスだったりとかっていうのができるんですが、これ見てわかる通り、これ画面、これ HTML の画面作ってるんですけど、なんかそんな感じしないですよね。よいしょ。はい。こんな感じで作っていくと、これIW ボタンのじゃあ、キャプション変えますねとかっていうのをやるとですね、よいしょ。はい。追加とかってやるとですね、これで、画面上、今、変わったと思うんですが、こんな感じでですね、非常に簡単に画面の設計ができます。で、追加ボタンのところに、じゃあ何か書きましょうということで、先ほどの IW リストボックス1のアイテムズの、アイテムズのアッドで、IW エディットが持っているテキストをっていう感じで、これもう IW がついてる以外は普通の
出る場合のコードじゃないですか。で、これそのままもう今書いた状態で実行してあげると、はい。サーバーが立ち上がって、これそのまま、もうなんか入力すると、はい。こんな感じで、まあ見てわかる通り、ウェブなのに、グイで作れたバンザイというパターンが、ここで見られるわけですね。はい。で、これ今、8888ってなってるんですけれども、ブラウザの iPhone の方で見ていただくと、よいしょと。はい。で、同じようにやっぱり同じ感じで作れるんですよ。ただ残念ながら、ちょっとですね、入力したものとかが、きちんと動くのかっていうとですね、動いてはいるんですけれども、例えばリストボックスの動きが、このセレクションの中に追加されてしまったりというような、まあ、不都合というか、この iPhone 側の、影響を受けてしまうと。はい、で、これを避けるためには、まず自分で CSS などを定義して当てはめていくっていうパターンが一つ。で、それが基本になると思うんですけれども、優勝にはなるんですが、TMS ソフトウェアっていう会社が出しているですね、この、イントラウェブ iPhone コントロールパックっていうのを使うとですね、これシングルユーザーで1万円弱ぐらいのものなので、これ使っていただくとですね、ちょっと画面はちょっとガラガラと見ますが、こんな感じの、こう、いかにも iPhone チックな画面の構成であったりだとか、iPad に対応するようなコントロールであったりだとかっていうのを、クライアントデバイスに応じて自動的に変更してくれるっていうような仕組みを持っています。まあ、イントラウェブ版の jQuery みたいな感じで考えていただいてもよいかもしれませんね。はい。で、こういうものを使うことによって、まあ、作り出すことができると。はい。で、もともと HTML っていうのを全部自分でコーディングすることもできなくはないんですが、イントラウェブを使う場合において言えば、わざわざ自分でスタイルを定義し直すっていうよりかは、そういうサードパーティーのものを使った方が早いんじゃないかと。っていうか、うちの会社では実際そういうものを使って開発することになってます。はい。ということですね。はい。これでイントラウェブなんですが、まあ、もうちょっとですね、パワーのイントラウェブ、もうちょっとわかりやすい例っていうことですね。もう一個だけご紹介したいのが、よいしょ。さあ、今日ちょっとデモが多くて、すみません。ソースコードは後でダウンロードできるようにしときますんでね。イントラウェブアプリケーションウィザードで、もう一個プロジェクトを、05としておきます。で、05、今度は何を作るのかというと、よいしょ。ユニット1が、はい、出てきて、データベースと連携しましょうっていう話ってよく出てくると思うんですけど、このコンピュータでは今インターベース動いてるんですが、インターベースのデモの中にバイオライフってありますよね。で、バイオライフっていうのをこんな感じでドラッグ&ドロップでデータの接続コンポーネントを用意しておいて、置くとですね、なんだ、DB デモズがコネクションなので、コネクションを貼った DB デモズをまずデータセットとして、DX、データセットに読み込ませます。で、ちょっと待ってくださいね。グリッドに合わせて。はい。で、これは SQL データセットというデータ、DB Express のデータなんですけれども、こいつをさらにですね、データセット、プロバイダーとクライエント、クライエントデータセットと、で、それを受け取るデータソースを用意しまして、もうこれの説明はちょっと今回省きますが、データセットとして読み出したデータをクライアント側にキャッシュするためのコントロール群ですね。で、こいつらをどうすればいいかというと、データベースから読み込んだものをデータセットプロバイダーを経由して、で、プロバイダーとしてデータセットプロバイダーがクライアントデータセットにキャッシュし、キャッシュしたデータをデータソースが受け取ると。で、ここまではデータベースの話なので、ここはちょっと細かく割愛しちゃいますけれども、ここにですね、IWDB グリッドっていうのを使ってですね、あげるとですね、この IWDB グリッドっていうのはデータソースからのデータを直接参照することができます。で、他にもですね、DB の
ナビゲーター、IWDB ナビゲーターだとか、あと、そうですね、IWDB、グラフィックイメージを用意して貼り付けることによって、はい、ちょっと他のコンポーネントと違って、目の前でその、ライブでデータ表示することはできないんですが、これらのデータソースを選択した後、イメージのみデータフィールドを、グラフィックにして、クライアントデータセットのアクティブをオンにした状態で実行してあげると、はい、今のところ一行もコード書いてないと思うんですけれども、画面上に、あ、ちょっとリストがちっちゃかったですね。まあ、もうなんとなくさせてください。何がやりたかったか。実行するとですね。よいしょ。はい。まあ、こんな感じでですね、クリックしたらデータベースからデータを引っ張ってきて画面表示するっていうのが簡単にできますよと。はい。まあ、こんなことをですね、データ、DB Express と IntraWeb を使うと簡単に作ることができますし、先ほど見ていただいた iPhone でも基本的な動きっていうのはもう動きますので、若干画像とかずれてますが、まあ、こんな感じで引っ張ってきたデータを直接 iPhone とか iPad に、表示することもできるということですね。はい。これも jQuery とかを組み合わせることによって、まあ、Web アプリケーション対応することができるということが、これで分かっていただけたんじゃないかと思います。はい。まあ、こんな感じでですね、IntraWeb を使うと、DB 関係のアプリをコードを書かずに、基本的な部分を作り出すことができるということですね。はい。そしてですね、ちょっともう一個先に進んじゃいますね。はい。画面遷移のデモがあったんですが、それはちょっと飛ばしまして、行き過ぎた。よいしょ。パワポのですね、この次のやつですか。はい。ファストレポート。で、皆さんって データベースで何か作った後に、その作ったデータを最終的にクライアントさんに配る場合、画面に表示するっていうのはもちろん一つ必要だと思うんですけれども、PDF でダウンロードさせるっていうパターンの方がずっと多いというか、柔軟性に飛んでると思うんですよ。なので、その柔軟性に飛んでるレポーティングツールとして、今回ご紹介したいのはファストレポートです。はい。で、これデルファイに、組み入れられる前から単体で売られていた製品なんですけれども、非常に使い勝手がいいですね。昔のバージョン、デルファイ4も C++ ビルダーも6からサポートしてるし、当然最新版の XE2 もサポートしている。で、その中で、さらに、暗視文字コードも当然のことながら、ユニコードもサポートしているっていう、なんかこう、至れり尽くせりなコンポーネントなんですよ。しかも、バイナリに埋め込むことができる。これは、レポートの作った帳表データだけじゃなくて、実際にレポートを作り出すためのコンポーネントまで含めて、含めた状態でさらに配布ライセンスフリーっていうような状態なんですね。なので、一回これ、使ってしまえば、コーポレートで作った、製品を、いろんなお客さんに売り歩いたとしても、問題なく、利用できるということで、まあ、非常にお勧めしてるんですけれども、これを今回は使わせていただきたいと思います。はい。で、ただですね、エンバカデロのラッドエディションについているものと、製品版との違いは当然ありまして、書いてある通り、エンタープライズエディションだといろいろできます。E メール飛ばしたりだとかなんとかっていう、あとスクリプト機能とかね、こんなものがいっぱいあるんですが、まあ、ここら辺はちょっと、この後ファストレポートとかの、サイトに行ってみていただければと思います。はい。じゃあ、あと作るものなんですが、そのファストレポートでどんなことができるのかっていうのを簡単にまず、Windows アプリで今度はデモを見せて、見ていただきたいと思います。はい。で、今時点ではですね、ちょっとボタンを一個と、ファストレポートは、対応しているフレームワークが VCL のみなんですよ。なので、FireMonkey とかを使って何かしようと思うと、はい、使えないんですけれども、先日ですね、fastreport.mono っていうものが出てきました。以前私、mono.net と Delphi Prism を使ったセッションをやったことがあるんですけれども、モノバージョンを使うと、ドットネットフレームワークが必要になってしまうんですけれども、配布先をユニックス系であったりだとか、Windows とかに配布することができるという製品が一つあります。これは製品化されています。で、もう一個は、
今度ですね、ファストレポート、FR、ごめんなさい、FM っていうバージョンが出てきます。FM っていうのは FireMonkey ですね。で、これは今、ベータ版なんですけれども、FireMonkey 版のファストレポートを使えば、当然クロスコンパイルできますので、Windows 版と、MacOS 版とっていうのを、ワンバイナリで動か、バイナリというか、ワンソースで動かすことができるようになると思いますので、これはまあ、期待して、今のところ待ってるという感じですね。はい。で、使い勝手なんですけども、FRX レポート、最低限 FRX レポートっていうコンポーネント1個必要です。これは何をするものかっていうと、レポートデザインをするためのコンポーネント。そして、もう1個の PDF エクスポートっていうのが、PDF を書き出すためのエクスポート用のコンポーネントです。で、FRX レポートの方はダブルクリックすると、画面がこんな風に表示されます。で、よいしょ。はい、こんな感じでですね、こんにちは。ドリームハイプの山本ですと。まあ、こんな感じでですね、入力してあげるとですね、きちんと画面に表示されます。よいしょ。はい。で、気をつけてほしいのが、ファストレポート標準だとアライアルになっているので、これ適当にですね、フォント変えておかないと、画面に表示されなくなっちゃうので気をつけてほしいということですね。はい。まあ、こんな感じでデザインをしたらば、続いてですね、これの書き出し先なんですけれども、エクスポートするのは PDF なんですが、この PDF で書き出すときにいろんなオプションがあります。まあ、ダイアログ出すとか、プログレスを出すとかってあるんですが、ここら辺のプロパティですね。ここら辺の、こう、小ダイアログとか、小プログレスとかあるんですが、これ Windows 版のときには、ダイアログを出すことが VCL というか、Windows 側に、告知、指示することができるんですけれども、当然のことながら、これが、ウェブで展開しようと思った時には、ウェブ上ではそういうダイアログが出ませんので、設定が悪いとインターナルサーバーエラーになってしまいます。なので、エクスポート関係するときには、こういったその画面に表示する系のプロパティのチェックは必ず外すようにしてください。はい。はい。で、じゃあ実際にあとボタンズのイベントハンドルを書きます。で、PDF に出す場合には、FRX レポートの、まず、プリペアレポートっていうものを利用することによって、レポートをレンダリングします。で、その後、FRX レポートの持っているエクスポートメソッドに、先ほどのフィルタ用の PDF エクスポート1っていう、クラスを引数、インスタンスを引数として渡すことによっておしまい。これ実行すると、Windows アプリとして立ち上がりました。ボタン1を押しました。どんな風にエクスポートするかって聞かれますので、適当に設定したものをデスクトップ上とかにテストっていうので保存してあげれば、はい。デスクトップ上にテスト .pdf が出てきて、こんにちは、ドリームハイブダイモンドですっていうのが画面になりますね。はい。まあ、こんな感じでですね、PDF を簡単に作り出すことができるっていうコンポーネントになったっていうことが分かっていただければ、ここは良いでしょう。まあ、すべて閉じます。はい。もういい。よいしょ。すべて閉じる。保存しない。はい。で、じゃあ、この、簡単に今、VCL のフォーム上で作れたものを、じゃあ、イントラウェブでどのように扱えばいいのかっていうのについて、あと残りやっていきます。はい。ここでは08という名前でちょっと作っておきますが、最初にやることは当然のことながら、IW ボタンによって、1個と FRX レポートと FRX PDF エクスポートを用意すると。で、PDF エクスポートの方じゃないや、FRX レポートの方には、よいしょ。まあ、日本語をちょっと突っ込んだ状態でですね。よし。これでしょ。おい。つけてあげまして、で、やるんですが、この時にですね、ユーザーにダウンロードさせるときに気をつけてほしいプロパティは、さっきのこう、画面表示系のこの小ダイアログとか小プログレス以外にもう一個ですね、レンダリングする先として、ですね、エンベデッドフォンツっていうプロパティがあるんですよ。まあ意味わかりますね。PDF でエクスポートする場合って持ってないフォントだとシステムフォント使われちゃうんで、表示がおかしくなってしまう場合があると。これを避けるために、このエンベデッドフォンツっていうのにきちんとチェックを入れることを忘れないようにしてください。はい。で、できました。
で、IW ボタンで実際にこう、入力というか、画面の表示を作っていくんですけれども、ここでポイントとなるのがもう一個。それ何かっていうと、二つ方法があります。一つは、先ほどデスクトップに保存したように、ファイルとして保存した後、それをユーザーにダウンロード、リンクとしてダウンロードしていただく方法。でもこれはサーバーに当然ゴミが残りますよね。はい。このパターンをやるか、もう一個が、これから出させていただく、メモリストリームなどのストリームを使う方法ですね。メモリストリームで、これの、フォームの、クリエイトと、フォームのデストロイで、作り出したメモリストリームをフリーするのと、メモリストリームを、クリエイトするのを忘れないようにしておきましょうと。で、この状態でフォームのボタンが押されたときに何をするのか。ちょっと書く場所間違えちゃった。ボタンじゃなくてこっちですね。はい。で、何をするのかというと、各コードっていうのは先ほどとほとんど一緒なんですが、まずレポート1をプリペア、レポートした後、これ、レンダリングさせた後、FRX レポート、ごめんなさい。FRX PDF Exportのストリームっていうプロパティがありますんで、ここにメモリストリームを直接割り当ててください。そうすると、PDF Exportっていうのは何もしなければ、ダイアログとか出してどこに保存しますかって聞くんですけれども、あらかじめ、ストリームっていうプロパティに値を指定しておいてあげれば、その書き出し先っていうのをストリームにしてくれます。はい。で、あとは FRX PDF Exportごめんなさい、FRX レポートの、エクスポートを実行します。実行するフィルタークラスは FRX PDF エクスポート。で、ここまでで、ものはメモリストリームに書き込まれました。でも、メモリストリームに書き込まれただけだと、当然、クライアントにダウンロードされるわけではありません。で、最後、皆さんに、知っていただきたいのが、デフォルトで初期化されている Web アプリケーションというプロジェクトです。これ皆さんの、パワポの資料の中に、Web アプリケーションというところがあったと思うんですけれども、この Web アプリケーションオブジェクトが持っている Send Stream っていうものに対して、コードを書くことになります。まあ、メモリストリームをファイル、アタッチメントなしで、タイプをアプリケーションすら PDF、そして、ファイル名を test.pdf にしてくださいみたいな、こんな感じで書いてあげるとですね、このプログラムはおしまいです。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こうしてあげると、ちょっとソースコードを見ていただくと、send stream っていうものを使うことによって、アプリケーション pdf 形式で、test の pdf という名前で落としますよというような感じになりました。はい。じゃあ実際これで実行してみましょう。実行します。よいしょ。で、まあ、IE なら IE で立ち上げまして、IW ボタンを一応クリックすると、無事に画面に表示されましたね。で、これっていうのは先ほどの iPhone アプリでも同様なので、実行してあげて、IW ボタン一応クリックすると、はい、ちょっと画面ちっちゃくなってますけども、きちんと、PDF がダウンロードされて iPhone 画面に出てきます。まあ、これ Android とか Windows Phone とかでも一緒です。まあ、こんな感じにですね、PDF を作り出して、ストリームとしてユーザーに、出すオブジェクトとして Web アプリケーションオブジェクトっていうのがありますので、これらを組み合わせることによって、商標データを簡単に、PDF にして送り出すことができるということですね。で、ちなみに、この PDF の FRX レポートのところで、先ほどと同じように、このバイオライフとかのデータをですね、実際に画面に配置していけばですね、画面に表示することができるんですけれども、データセットプロバイダーと、クライエントデータセットと、用意して、データセットプロバイダーのデータセットをバイオライフ、クライアントデータセットのキャッシュ先のプロバイダーを、よいしょ、データセットプロバイダーにして、あと FRX が持っている DB データセットっていうのを食わしてあげると、こいつのデータソースに対して、データセットに対してバイオライフを割り当てて、バイオライフじゃないや、クライアントデータセットを一応割り当てて、コンポーネントをアクティブにしてあげると、ですね、FRX レポートの中に、
データベースのデータを割り当てることができるようなものが出来上がります。で、レポートのもうちょっとヘッダーと、マスターデータとかっていうのを今割り当てたデータに対して、割り当ててですね。そうですね。はい、過ぎてます。ガンガン過ぎてます。で、カテゴリーとか、コモンネームとか、で、あと、グラフィックとかを割り当てることができるんですが、まあ、この時にグラフィックをイメージとして割り当ててあげると、割り当ててあげると、データセットを、と、イメージを割り当ててあげると、ちょっと、画面ちょっとちっちゃいけど、今見えました？見えました？よいしょ。こんな感じで。実行してあげると、今これ、モンガダカオハギくんとか一覧出てきてますよね。この PDF が先ほどのソースコードでイントラウェブ経由で Web にダウンロードされたりとか、iPhone の画面にダウンロードされたりとかっていうことができるようになるということですね。はい。なので、この組み合わせをうまく使ってあげることによって、データベースとの連携したなんか商標ソリューションとかを PDF で出したりだとか、HTML で出したりとかっていうのが簡単にできるというところで、よろしいのではないかと思います。はい。まあ、ちょっとまとめますと、ごめんなさいね。モバイルスマートフォンの対応方法というのは2種類あって、ネイティブかウェブアプリ。で、パフォーマンスを優先するのか、スケラビリティを優先するのかで決めてください。で、ウェブアプリの開発方法としては、イントラウェブによるラットスタイルで、開発する方法が一つと、もう一個はデータスナップ。さっきのデータベースを扱う部分を中間層、データスナップという中間層を使ってビジネスロジックのみを作って、あとはウェブサービスを利用することによって、その各ネイティブなアプリケーションに配っていくっていうパターンの2種類があるということですね。まあ基本的な3層構造を取ることによって、クライアントの環境に合わせて、デバイスに合わせて、いろいろな、開発手法があるということを知っていただければと思います。ということで、私のセッションはこちらで終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。